わざわざ隣に来て、私の顔や車を確認して立ち去る男性二人です。コンビニ店内で私に付きまとった後、何も買わずに男は店を出て、その後自分の車の清掃を始めました。続いてはよくあることなんですけれども、スーパーの屋上の駐車場に電話をしてるふりをして待っている男が時々います。スーパーの店内で挙動が怪しいなと思った男、やはりですね、一番端っこのレジで並んでいた私の後ろについてきました。この日は法事がありまして、墓前で手を合わせてきました。しかしですね、こんな時でもヘリコプターは飛んできて、また近くにはですね、何しに来たかよくわからない男性と女性が一人ずつおりました。花も持っていませんし、墓前に手を合わせるような服装ではありませんでした。うろうろしているだけで何をしているかわかりません。彼らは仏さんの前でもそうした悪行を平気でやる人たちです。控えめに言って、彼らは仏様の敵です。物的です。それでは本日はこの辺で。